皆様方はじめまして初美と申します今回は青鬼をやらせていただきたいと思います行きましょうかよろしくお願いします町外れにある無人の館そこにはお化けが出るという噂があったうわー心霊マニアの友達なんかなこいつら中は思ってタク拓郎 <laughs> んだか寒いわミかたけしたけし タキシお前髪の毛やんちゃだな。おい、帰ろうぜ。なんでタクシービビってんのか。割れた。誰かいるお、おい。もう帰ろうぜ。バカバカしい。なんか、あれだね。ちょっとやんちゃな三人の割には、私だけすごい透かした感じなんだね。タイプ違いそうだけど、私だけ。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。科学的に考えてお化けを否定してる割には、なんでこんなところ来たんだろうね。一緒にね。 相当昔馴染みなんかな私だって。おい、はつみ気をつけろあ、戻れない。お、びたはははは扉の <laughs>、扉の音だけでびっくりしちゃったじゃん。あ、これか。皿が割れていますね。なんだ皿の破片を手に入れた。皿の破片を手に入れる必要ある。こんなところに散らばっていたら危ないでしょうから、みたいな感じでゴミ箱に捨てるとこないんだ。鍵がかかっている。鍵かかってんだ。戻れるんかなあ、戻れた。あ、いないみんな。なんでなんで 皆さん、帰ろうか。あ、開かない。帰れないんだ。へ開かない。開かんところ多くない鍵かかりすぎでしょ。あ、なんかいるなんかいたね。誰だ開かない。なんでいたじゃん。開かない。誰かいたよ、今。なんだこれ。地図かな。あ、地図だね。だから何という感じでもないけど。 あ、アイテムとかセーブとかあるんだ。へぇ。ちょっとよくわかんないね。あピびっしゃあ、いたひろし違うわ。タクローか。あ、タケシだ。はははははぜーんぜん違った。ガタ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 タケシ。タケシ、たて乗りしすぎだろ。ガタガタしか言わなくなってしまったタケシ。他のみんなははははは ガタガタしか言わなくなっちゃったよタキシ。ーちょ、っとど、う、どうなってんのおう引いてんじゃん発音を。さっきのあの、通り過ぎてった影がさ、あれでそれなのかなあれが青鬼ってことどこもわかんねえじゃねえかよ。皿の破片を使って鍵こじ開けるとこないんかなタキシの部屋だな、多分。ここになんかあるんだわ。あ なんでやねんはははははなんでやねんああ使ってくれるんだ自動的にへえああなんだかなんだあいつは誰だ一体お前は一体あれが鬼ちゃんってことあええ寝室の鍵だ いや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 。なんだお前なんだ一体、おいえはは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 あ、ああ、あーあー、そういうことね。うおー、すげー、不気味すぎる。ちょ、ここのたあ、なんか落ちてる。ああ、あーあ,ーあー目の前でタンスの中に入るさすがにバレるだろう、これは。バレたーはははそうだよね。<laughs> そうだよね。 そら、そうだよね。お前舐めてんのかって感じだったよね。ちょ、もう誰か五条悟先生連れてきてやー、マジで。いや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 、早くないお前足早ない足早えって足が早くもないこれ A ボタン。じゃあまたじゃあ。あ。逃げれた。ハンカチーフを手に入れた。逃げれたらしいね。どうやら。部屋の外にいるとかよ、落ちないよ。いないんだ。やばくなったらここに隠れられるんだ。 はい。覚えました。あ、なんか、アイテム手に入れたっけあ、ハンカチーフか。あ、寝室の鍵か。3階。3階行こうか。3階に待ち構えられてたらどうするこいつだ。あ、ここも隠れられるんだ。へー。タンスは基本的に隠れられるんだね。え何この扉。<laughs> そんなことある。扉だけが張り付いています。皆さん。意味がわかりません。 扉が好きなのかなあ、ここか。寝室の鍵。えここが寝室の鍵なのじゃあ、ここ何なんなのえ、いかにもね、もうなんか怪しいよね、この部屋。部屋でかいし。なんか、後々鍵になりそう、この部屋。この部屋というか、あの部屋というか。んオレーイあ、ピアノだあ。血がついてる。シドレミファ。シドレミファに血がついています。 これは何かの暗号でしょうかシドレミファ。ねえ。違う。あー。シドレミファ。<laughs> つまり、シドレミファでしょう。何なのもう帰っていいねえ。もう壊せよ、扉ぐらい。気合いで。あ開いてるここはかかってる。ここだけある。あ違う。ここなんか横行けたよね。行けるわ。畳だ。あ マジでびっくりしたマジでびっくりしたいや早いってあんたあんた足速いんだねいやめちゃくちゃ足速いめちゃくちゃ足速いマジでめちゃくちゃ足速かったマジでマジでびっくりするわ初めてやるんだけどさホラーゲームを実況って私意外と別になんかそんな叫ぶタイプじゃないよねって思ってたんだって自分でねライターだ 普通にバリバリびっくりしてるやん。私ってこういうタイプだったんだ。ここって入れないんだね。襖の中入れないんだ。なんだあいつたかだか呪霊の癖してさ、生意気に襖に隠れるとかいうことしやがって、あの野郎。おい、私スクラの指5本分ぐらいの強さ誇ってやんぞ。尊敬しろもっと。あ、開いてる。なにこれ。 あ,えあうん、うん、うん、プラスドライバーだー。これプラスドライバーであいつを、あいつを、あれして、これする展開だめなのいけるでしょ。いけるでしょ、絶対。洗剤だ。これめちゃくちゃなんかいろんなものパクってるけど、何があるというのこれ、<laughs> トイレの蓋が開くから何なんだよ、おいあ、ちょ、待って、洗剤でも流してやろうぜ。お液体洗剤だ。洗剤、あ、え、えー、なんか謎の展開来たー。なるほどね。火がつきませんね。 ダメじゃん油とかどっかにあったりすんかなこんなところであの特急樹齢やってきたらさ終わりじゃね隠れるとこないよね現れるポイント決まってんのかなこんななんか急にここでエンカウントとかしないんじゃない青鬼ってなんかそんな気がするこのピアノ吹くんじゃないのハンカチで違うのあほら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 941だってああびっくりさめっちゃびっくりさ

アハン多分これがミじゃんこれがさレじゃんで41じゃんでこれってさミをさ逆さにしてるよねってことはこれも1ってこと結局でこれがドを逆さにしてるからこれ6ってことかはーい神子供部屋の鍵を手に入れたこっかい あ、いるわお前どうやって侵入したんだ私は今一生懸命暗証番号を入れた先にあった鍵を使ってこの部屋に入ったのに。どういうこと君。はつみくん、無事でしたか他のみんなはさあ、はぐれてしまったから。じゃあ、私と一緒に行って、あ、ダメかい。ちょっとエッチなことしようかみたいな。冗談時代は化け物のいる館を歩き回るなんて。そうですか。それは気の毒に。見捨てよう。私一人だけ助かればいいよ。みんな。 どうでもいいよね。プラスドライバーとか皿の破片とかあるからさ、その辺を使ってなんかギミックを。あれびっくりしためちゃめちゃびっくりした初見無事だったかええ、なんとか。初見お前も見たのかあの化け物ええ。にわかには信じがたいことでさ、あのような生物が存在するなど。出入り口は全部塞がれている。閉じ込められちまったんだ俺だし。このゲームがスタートした瞬間に閉じ込められてたけどね。そのようですね。 手分けして探索しよう、俺は一回を見てくる。よろしくお願いします。じゃあ、私も一回行こうか。目の前で拓郎が食われる様を見れるかもしれん、みんな。てか、図書室もなんだかんだであんまり探索してないよね。よく考えたら。いね。拓郎がいねえじゃん。ああああ、怖えびっくりした <laughs> アハハハハハアハハハおい君、ここによく隠れるよね。僕は知ってるぞ。叫んだよ。じゃあ、一回行こうか。僕はめげないよ。あれいねえじゃん。あれ今あそこで出会ったよね、私。どういうことランダムエンカウントってこともはや。だから、ここでさ、図書室の中にさ、急にさ、青鬼が現れる可能性もなきにしもあらずってこと そういう感じになってしまったの。いや、絶対これ図書室なんかあるって。最初調べんかったもんね。入ったばっかの時に。青鬼に邪魔されて。スクナの指とか入ってんじゃないえなんかいた今。びっくりしたすげえゾワ、一瞬ゾワってなった。いたよね今。急に頭が出てきて急に死んだよな、私。こわー調べ尽くしてやる、図書室。 何もないね。いや、何もないんかい。こういうさ、電子機器の時に、ところで、プラスドライバーを使うっていうことをやった方がいいのかもしれんな。もしかすると。何もないね。一回何もねえじゃん。なんだよ。一回何もねえじゃねえか。おい拓郎。あっ拓郎とできてるんだ。こいつら。ずるそんな、私がこんなに一生懸命、男気を見せながら、生きているというのに、 君たちじゃイチャコライチャコラしてるんだ。あああなにこれあ、なんか。あ、そういうことか。あのさ、棚の、棚の上になんかあるじゃん。棚の上に。ライター、おーいルルルルルルはい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 。入れます。青に燃やしたら、もう、火くべれば関係ないでしょ、正直。思わんああ あ無理だーそれは、そーれ,れは無理そーれ,れは無理よあんたあんた、そーれは無理そーれ,れは無理いけたいやいやいや、なんでやねん。この部屋、この部屋、このタンスしか、もう逃げ道ないがな。ここ、偽物のドアなんだから <laughs>。あいつ、もしかして、不死やなえぇ むずいこのゲーム壁紙に違和感を感じますねなんか透けてるようななんだあライターじゃないのこれ違うのえじゃあプラスドライバーでさ違うんだ皿の破片であら <laughs> いやプラスドライバーでもいいだろダメなの皿の ドアあドアノブがないので開けられませんねドアノブド <laughs> ドアノブドアノブをどっかからパチってこいってことああのさ扉だけ扉だけのところは扉だけのところここの扉のドアノブをパチってくるのはダメなのあこれでさプラスドライバー使ってさドアのあはあ神だなーおい天才的発想だろこれいやちょ正直なところ言うと意味が分からんけどねはいドアノブです あ、暗い。ライター使うんだここで。あーらららららら。これは青鬼が出てきた瞬間にもう不可避やな。あれー一発、一発で扉を見つけてしまう人なりよ。あ、火つけようか。あーいいね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 。あ、よかった。あ、よかったよかった。んんこれ、これは麻薬の匂いがする。これ、青鬼という麻薬の匂いがするぞみんな。 しかしの、あれ <laughs> い,<やー> <laughs> いや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 お前そんなに早く動けたんかいいやいや、100メートル走世界記録保持者もびっくりのぐらいの速度で走ってきたぞ、今。全力じゃん。かかったな、アホが言葉が聞こえた。これ閉めれるよね、多分ね。閉めれんのえ閉めれないのバカなのあー、閉めれるわ。お、なんだえ え、雑魚え、もしかして、扉を開ける術を知らない人まさかと思うけど。あ、なんだ生きちゃったまあ、あああ、なんか、ざま見ろって感じですね。どんな気持ち今。ね、今どんな気持ちここを開けたけども開けられない。そんな、自分のもどかしさを感じて、今どんな気持ちですかあ、ここか。あ、ミカ。ミカだ。まあ、関係ないだろう。あ、ダメなの。ははははは。 ダメだったらしいわ。あ、食われてる。食われてるね。むちゃむちゃ。あー、ちょっと薄い本。薄い本してた。あ、いないよえ、今いなかったよねはははははは。<laughs> 今すれ違いが起きてたぞ。なぜか。この部屋の中に調べられる感じはないね。もう全然こいつが逃げることに関してもう慣れを感じてるわ、私。わーっていうことがなくなった、マジで。ごめんな、みんな。とりあえず、ミカの体を物色しようか。そういうことだよね。え物色できないの あれ私何手に入れたっけやべえ。自分の手に入れたのも忘れちゃったんだけど。あ、ここか。ここに入れたんだ。なんか上にあるね。あー、また椅子を使う感じマイナスドライバーの芯 <laughs> そんなことあるあ、でもさ、プラスドライバー入れ替えれるんじゃないのそんな。あ、そうでもないな。プラスドライバー、マイナスドライバーの芯って。 あ、ほら、ドライバーのシーンを付け、そうだよね。なるほどね。マイナスドライバーを使ってこじ開けるところがどっかにあるんだ。あ、動いた。あ、なんかある。あー、マイナスドライバーだね。これね、見るからにね。そういうことですか。ドライバーのシーン付け替えて、ほんで、マイナスドライバーを使うんだね。ああ、一瞬で開いた。えあパスワードだ。それはわからんな。 どっかヒントあったっけみんな死んだんじゃんうわーこれ。死への、死への直行ルートみたいな道を感じた。あれ暗い。あ、鉄柵だ。うわーまたさっきと同じパターンじゃないのこれ。ここ開けてさあ、あ、鍵がかかってんだ。えー、じゃああれかい。ここを先に進むしかないんだ。うわー絶対出てくんじゃん、これ。鍵かかってるわ。え ああ、じゃああの金庫開けるしかないのえ金庫開けるって言ってもさ、わかんねえぞ、そんなの。あれ、6411やったっけ ?1416 やったっけさっき。でもさっきの番号じゃないんだろうな、きっとな。あ、なんか光ってる、なんか光ってる。あ、ああ分かった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 ,かった,かった椅子をさ、外に持ってきれるとかいう神展開あるんかなこのまま持ってくみたいな。ああ、神ー <laughs> 神だね取れたわ。チカロウの鍵だ。あ、さっきんとこ、えああ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 あおい金八先生金八先生みたいになってる金八先生カツラ被って。おい、変なカツラ被んなよお前助走、助走済み。あ、やべ、死んだ。はあ逃げれんべやこれはさすがにさ死んでる。 こいつは急に青鬼に変形するとかあるんかあいつ、自分の姿変えられるんだな。器用なもんだね。ここさ、ワンチャンさ、こう行くじゃん。こう行ってさ、ここの穴に落ちてさ、で、こうやって逃げるみたいな。ありじゃないそれち,ちょっとやってみようぜ。行くぞ。金八先生が追ってくると、これ落ちてさ、いや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 、それはずるいわ、お前。お前、それはずるいわ。いや、それはずるいわ。 ま、それはずるい。で、こうするじゃん。で、こうするじゃん。え、普通に落ちてきたー。落ちてく、落ちてくるパターンもあるんだ。なんでさっき落ちてこなかったの逆に。で、私が、私がもう上取っちゃったじゃん。あれ、あ、逃げた。普通に巻いた。え、巻いた <laughs> 巻くことなんてあるのあんな超高速で走ることができる生き物を。あいつ舐めてんな。狩りを楽しんでんじゃない約束のネバーランドみたいな感じで。 で、でここで一回閉めた方がいいよね逆にねえっびっくりしためっちゃ青い逆にこのなんかあ人間が引き裂かれているどこにあったんだよこの青色の染料マジックなんだこれマジで分からんでもこれがヒントなんだろうな多分 えこういうことああはは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 は自分の中でこれはねえだろうなって思ったやり方だったわ、今。だよね。そんなわけないよね。って言おうとしたのに。あったわ。別館の鍵。別館の鍵って何あああはははははお前がその忍術を使うんじゃねえ おい私の千倍特化やろげあ、やばい、二日かかった。やべ、終わったかもしれん。危な、ちょっと待って。おい。これ、下行ったらいるんじゃない絶対いる、これ。おらんのかい。てか、あの、カツラ気に入ってんのかなやめて。鉄管の鍵を使った。あららららら。まだまだまだ前半終わりぐらいの感じ オイルが切れた。はあ、それはないわー。じゃあ、どっかでオイルを補充しなければ危ないんじゃないのこれ。はっああ終わったーえ一周した。はははははっい、一周した。普通に。雨降ってんだ。 お前ら、こんな雰囲気抜群の時に来たの。こんなとこに。やめとけよ。なんか置いてあるね。手あげてる。目が銀色で手上げてるね。こっちは目が黒色で手下げてるね。どういうこと何の暗号なんだろうあ、電気つけれるんだ。へー。あの部屋だけ電気のスイッチある感じだよね。電気がなんか意味あるんかなえ、首って。 首吊りロープがあるんだけど怖すぎ。なにこれなにこれ <laughs> <laughs> 意味が分からんあ、赤い片方の目だけ赤い人形を手に入れたこれだけ手に入れるんかいなんで逆になんでだこのロープなんなの怖すぎなんだけどへー この部屋も電気そういえば人形ちょっと使ってみるおっえバーンいやこれ電気つけてない状況じゃないとこれ見えんってことこれ見つけられたのたまたまやん。バーンだから何なんだよ。ライターでつけるってこと火がつきません。だよねー。2階行こうわ。ああなんか光がついてる。電球を手に入れた。電球を手に入れてどうするんだ ライターのオイル欲しくないあらははははははにゅるるるんって急に現れるよ。なんなんマジで。びっくりするわ、お前。私、どっからやり直したよ、これ。電球手に入れてで、セーブしようか。これ多分、これ多分、巻くか、本館に戻るしかないわ。あ、てか逆に3階行ってみるか。3階に隠れ場所があるかもしれない。 すげえ雷鳴ってる雷鳴になったのはめてじゃないのあなんだなんだいっぱい何かがある何も書いていないあぶり出しあぶり出しなんじゃないあーあれあはまったはまるあ <laughs> ライターオイルだよーしよーしよし鬼に金棒じゃないこれこれはでかいぞはーいつけましてでこれあぶり出しだろ絶対 違うの炙り出しじゃないのこれ。こんないかにもなやつ違うんだ。さあ、3回も調べ終わったところで、やっぱり逃げ場はないんで、ここ入ると青に出てくるわけじゃないですか。本館に逃げ込むか。ねえ。本館に帰ろうか。こういうことでしょ。はーい、来た完璧ですね、これね。 あんなミカのかつら被ってるの気に入ってるやつなんかに僕が負けるはずないんですよ。これを調べる。あ、調べる何もないんだ。こんなこれ見よがしなやつ、何もないとかある暖炉がありますね。ライターつけてみる暖炉に火をつける。はい。火つけたけど。だからなんやねんっていう。何もないよ。こんな、こんななんか僕はいかにも何かがありますよっていう空気出てんのに。 へえー変なの暖炉に火をつけたことによってなんか上のさ今のあなんか出てるわ528だってさあここでライターを使ってあいいねいいねろうそくああっさたけしえお前よく生きてたねえっ待って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 ,待ってよく生きてたっていうかさ どうやってお前ここまで来たの私は幾度となく視線を繰り広げて、鍵を手に入れてここまでやってきたのに、たけしはお前どうやってここまで来たのお前才能だよ、一種の。お前向いてるよ、青鬼。<laughs> 初見か、びっくりさせんなよ。へへ、へへへー。お前ガタガタ、ガタガタしか言えんかったくせに。たけし、無事でしたかああ、だが時間の問題さ、いずれ化け物に捕まっちまう逃げ場なんてないんだ。俺が、俺がお化け屋敷に行こうなんて言わなければこんなことにならなあお前がいほったんかい 俺が俺のせいで美は、死んだようわーやばい私が事実を突きつけてしまったせいでタキシが発狂した私のせいかまあそんなこともあるわみんなしょうがないあ動くんだ動くんだへえ。でもなんか別に何かが上にある感じもないけどねなんか思ったけどさこの人形ってあの暖炉で燃やすんじゃないのだってバーンだしさ でもライターで燃やせないもんね。まあ、違ったら私がこのゲームの中に入ってこの人形燃やしてあるわ。ああ来たー赤い石を手に入れた。髪ー赤目にはめんの固めの、固めのにやつなんかいたっけ他に。こっちの部屋か。こいつに赤い石はめんのかなあ、はまった。人形の目に赤い石をはめた。 はめたら何なのっていいや、やっぱさ、この銅像なんじゃないの鍵は。乗ることもできんもんな。椅子と違って。どうすんだろうね。ここの穴に落としてた叩き割るとこなんじゃないありそうじゃない銅像の中に、 鍵が隠されていた。ありそうじゃないありそうでしょ。全然あるでしょ。あら、いけねえ。ははははは。けないんだね。行けないんだ。はあ一回階段の上に上げることもできんのか。でも、こっちの人形の部屋なんかに行ってもしょうがないよな。 あ、ここじゃねあ、ああはい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 。はいわからん。でも、ここがさっきみたいに <laughs>、さっきみたいに銅像動かせんかったらもうおしまいだけど。あ、いけたわ。あ、やっぱそういうことか。あー、来たー。お前、ここ何分かかったと思ってるねってこれ。こいつに青い、いや違う違う違う。青い石をはめるんでしょ、これ。あー、よかったー。あ、頭が、あ、頭が取れた。こわこわ あ、なんかあの、海外にはめるんか。はめるんじゃん、これ。えやべ、すげえゾワッとした、今。え、まあ、見なかったことにしようか、みんな。見なかったことにしようか。これ人形の頭はめるんでしょ、ここに。ねえ。ポロ ?584 やったっけあ、52、<laughs> 全然違うじゃん。528ね、528。 はい、あー地下室の鍵だ。じゃあな。あっ、<laughs> そう。怖い。存在をアピールしてきたんだけど、たけしがなんなん？それもうやめてや怖いんだけど、普通に。調べても何にもならんけど、別に特にたけしを調べても何もならない。あーたけしの頭だー。<laughs> お前コスプレ大好きやな。 いや、コスプレ好きすぎやろ、あいつ。コスプレ好きすぎる。あいつ、意外とコスプレ好きなんだな陽気なおじさんだね。意外とね。あ、ここだよね。そうだよね。はい、ライターね。やべえ、マジで難しい。これ、普通に難しいよ。わかんねえもん。ろうそくないの暗いけど。なんもないんだ。 ええー、鍵がかかっているー。あそこね。あへえー、暗証番号だー。ところで、拓郎は拓郎いないのあ、なんか、カーテンが引く。うわー、いそう、これいるわー。あー、びっくりしたーバサーじゃねーよ。赤い鍵だ。これ、青鬼に見つかってる状態でセーブしたらどうなるんかなね デスループどころの話じゃなくなっちゃうよね。炭だよな、ね、あ、あ、電気が供給されたわけ絵本を手に入れた。なんでやねん。絵本が何やっちゅうんや。あ、でもさ、絵本の中にワンチャン暗証番号が隠れている説。そうでもない説。ただただ怖い。ただただ、怖い。ただ、ただただ怖い。何これ。うわーすげえ、ゾワッとする。あ、しおりだ。 しおりを手に入れた。絵本に挟まれていたしおり。燃やしたら燃やせられないんだ。しおりが、あ、絵本消えた。しおりのためだけにあれ、赤い鍵じゃないのあ赤、緑、白、青だ。しおりの色って緒じゃん。赤、緑、白、青。これ、色の数なんじゃないの赤、1、 緑、2、1、2、白、青2、2、2、1、2、2、2なんじゃない違う。<laughs> え、違うのしおりの色の数だと思ったのに。全然わからん。マジで。あれでもなんかプラスドライバーついてんじゃん。扉を開けるんじゃなくて、この点キーを開けろってこと。この暗証番号のこの機械をこじ開けて壊すことによって先に進めってこと。このしおりはブラフでさ。<laughs> そういうこと これは頭脳プレイと見せかけたパワープレイを見せつけるべきところってことこのプラスドライバーな。ほら。はぁ、あ、あ、これしおりの形なんじゃないしおりを当てはめて考えるってことなんでスクショ取るわ、スクショ。スクショ取って、で、しおりを使って、これ横にするじゃん。横にしたときに、穴と色が重なるところを考えればいいんじゃないのあ、違うか。 え全然わからん。普通にしおり使えばいいのかなここで。違う違う。なんか私がさ、リアル空間でさ、しおりとさ、照らし合わせてさ、スクショ撮ってさ、やるんじゃなくてさ、ワンチャンここでしおり使えってことかあははははははいや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 ははははわかるかこんなのわかるかこんなの !1、2、3、 1,2,3,4,5,6,7 1か。1,2,3,7。あ、セーブすればよかったかな。開けた瞬間来るんじゃないこれ。開けた瞬間来そう。あ、来ないんだ。あ、来ないんだ。別に。ああたけし二人もいるたけしとミカたけしとミカの二人。青鬼って一人じゃなかったんだ。へえー。チームプレイなのあいつら。ずる。ずるくない普通に。 タクロウがいそう、この中に。おーはっははほほほほほほにいた本当にいるじゃん本当にいたんだねなんかタクロウいそうって言った瞬間にいたわびっくりする、その展開。タクロウ無事でしたかああ、だから足をくじいちまった俺はしばらくここにいる。そうですか。えー、でも、青鬼さん普通にタンスを開けてくるよ。大丈夫もう逃げ場ないぜ。開けられた瞬間。さっきこれを見つけたんだ。持っていってくれ。はい。巣を、巣目にかけろってこと 俺はしばらくここに、あ、せめて閉じていってあげれば、はつみさん。はつみさん。はつみさん、あのー、タンスの扉閉めてあげた方がいいんじゃないかな。こん中に入れろってか。全然わからん。巣、料理用の巣。あーえーへへへへへ。<laughs> 赤い鍵を巣につける。いや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 、そんなこと思いもしなかったよ、僕は。よかった。 ゲームの中のハツミさんが天才でよかった。その発想。鍵のサビが取れた。あ、サビがかかったんかい。ここはあ、ここじゃないんだ。え、どっか他にあったっけあ、あの地下か。あ、じゃあ地下に紛るわ。えええー、でも多分、この地下の中のどっかなんだよ。私多分、 なんかここおかしくないこれ、何これあえー、いや、わかんねえ。こういう感じで何かを調べなきゃいけないんだな、多分な。こういう、さ、机とかさ、細かく、細かくボタン連打して、調べてかないと。えー、わかんねえ。ちょっともう今ボタン連打してるわ。このカーテンとかさ。ああはははははははそう当たりじゃねえかよ。ここの鍵ってことか、これ。 はい、いや絶対来るやん絶対来るわこれ絵の下にボタンがあるあボタン押すか青鬼だけに青色じゃないの違うのボタンを押すボタンを押す何もないんかいこれアイテム使うべきなのかなあてか円盤はこれ何円盤ってうわーなんだなんだなんだ あー、赤、黄色、青、黄色、赤ってこと赤、黄色、青、黄色、赤。あれ赤、黄色、青、黄色、赤じゃないのあ、でも黄色一個長いな。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤か。あーら,ら,らら、びっくりしたー え、出てこないの不気味、逆に。でも、この棒を使って、あそこの、あかんかった扉行くんだろうな、多分な。あー、鍵だ。鍵だけど、なんか、先っぽが抜けてる。えへへ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  そんなバカ、そんなバカなそんなバカなあ、脱出できたおい、拓郎い、拓郎脱出できるよ、これ。拓郎呼びに行こうぜ。お、行くぞ行くぞ、拓郎。俺はしば、いやいやいや、行けるよもう逃げれるよいい、いい僕先に逃げて。ごめんなお先に失礼してます。お疲れ様でした。さよなら。もう、君とは二度と会うこともないだろうけど。ねえ、足くじいちゃったからしょうがないよね。 こっから外へ出られそうですね。早速、拓郎を連れてこよう。あははははは。あ、あ、そっか。拓郎を連れてくるんだ。まだ生きてるんかい。普通に私死んでるかと思ったわ。ね、ここでさ、さっきのミカとかみたいにさ、むしゃむしゃと食われてる拓郎を見るんかなと思ったら、意外と、意外と生きてたわ、拓郎は。ほんとかよ、初見。拓郎が仲間になった。仲間になるんだ。へえ、不思議。 むッしゃ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 。あ、拓郎。うわーさよなら。<laughs> さ、さよなら。えー、拓郎食われた後だったーゲームの中の私結構冷たいね。拓郎、拓郎は拓郎いるんかなどうした拓郎、おい、生きてるかお前、死んだ <laughs> 様子を見に行こが。いないね。もういないわ。あ、なんか光ってる。 郎が,郎が <laughs> 完全に泣き者になったけどある種私のせいだよな裏口の鍵って言ってるけどどこだ裏口って玄関のことかな帰ればいいってことつまりねああ開あかないんだやっぱでももうずっとこのねこの建物の中で何かを探すしかないのかこの電球がいまだにあれだもんねもうあれなんだよな 電気がついたり消えたりできる。この部屋だけだよな。電球をもし使うとしたらね。だってここだけなんか明からさまに、あれじゃん。電気消せるもんね。どっかで電球使えるんじゃないのこれ。あ、人形の頭に電球ぶっさしたろかな。さっきなんか人形の頭、これねここにさ、電球つけたら。はははははそうはならんやろ。 <laughs> いや私ギャグで言ったんだけどねまあそれはないわなそれはそうだよねっていうテンションで言ったんだけどまさかそんな人形の頭に電球がつくとは思わんやろあなんかめっちゃ影が伸びてる何これあからさますぎんこれ壁紙に違和感あまたかへえあらあしかもドアノブついてる最初っから いや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 、わからんわからん。ここが裏口だなんてわかるわけないやん。いや、絶対出てくるぞ、これ。絶対出てくる。ごい、あれいやー、これはすごいボリュームだね。すーんげーボリュームだな、これな。まあまあまあ、行くかね。祭壇、特殊な祭壇。やっぱあいつ、なんか呼び下ろされたんじゃないのあ、なんだか暗くてよく見えない。降りるのは危険ですね。 1階がマジで何もないあの祭壇だけあここ入れるんかいもうボタン連打ですよ基本的に基本的にオブジェクトに対してあらびっくりしたた。超びっくりした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 めちゃくちゃびっくりしためちゃくちゃびっくりしたあ消えたあびっくりした ズボじゃねえよズボじゃ怖わどこにでも現れるじゃん。その下からの出現されたらさ、何でもありだよね。上からも現れるし、壁からも現れるじゃん。どっからでもいけるよ。どっからでもいけるんだな、あいつな。なんだ変な文様が。ライターとか。皿の破片。ダメだね。アイテムがいるね。 鍵がかかっている。うわぁ、なんだこれ。あれなんか見切れてないここだけ。ここだけなんか見切れてるよ。あらら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 ら。皿の破片大活躍じゃねえか。そんなことあるホラー映画のバールぐらい大活躍なんやけど。え そういうパターンもあるんだ。一個前の私がいた部屋に急に現れるっていうパターンもあるんだ。あ、そう。いい。うわ、怖っなにこれうわ、すげえ、ゾワッとした。本棚がなんか倒れてる。なんか光ってるよね。サイコロだ。サイコロチンチロでも白ってか。へえ、さっきのあの、学園のところで、ここでサイコロ使ってみるワンチャン。あ、ダメだわ。 落ちれるわあ、落ちれるんかい。落ちれるんだ。これ何あ、サイコロだ。サイコロはめろってことか。はまった。あ、白く光った。うわぁ、わかんねえ。ちょっと待って。これ、スクショ撮った方がいいよね、絶対。いや、これはスクショ取りさすがに正解なんじゃないの出てきそう。鍵を開けた。で、あの模様はどこで使うのえぇ、ー、どこわかんねえ。 なんか調べ忘れたこわ怖すぎだろこれ何なんどういうマーキングしてんのこれえー、じゃあ祭壇の部屋かな私ここばっかり調べてるけどなんか下のベンチとかも調べた方がいいんかなあええー、<laughs> <laughs> 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 いやいや一発相撲です皆さんいやこれおかしいおかしいあああそういうことか あの、サイコロの目だ。サイコロの目だ。あ、わかったわかった。あれなんか、ここだっけなんか、グラフィックおかしくない棒あるんだ。いや、絶対これあれだわ。このベンチがさ、サイコロの目になってんだ。まあ、でよ、スクショ、スクショ状だと、ここ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 、あ、ここか。で、ここか。あー、見ちゃった よし、とりあえず行くぞ。な、にこの、これ見よがしな。これ、これで戦ったらダメなのこれで戦ったらダメですかあれーいや、あれで戦わせてくれよ、私。おい。こいつ芝かせてくれよ。そろそろさこいつと戦う術を私身につけてもいいんじゃないのダメなんかいおい。そろそろ私も術を何か、覚えさせてくれ。 領域展開とまでは言わんからさ、ダメかい。これ、この辺調べてたら急にやってきたな。いやー、いろんな部屋あるよ。だいぶでかい洋館の中に私は忍び込んだんだね。私たちはね。たけしの案で。でもなぜか私が一番生き残るという。こういう率先した行動力こそが生き残る秘訣ということですか。あれこれなんか上の、 二階かなんかにあった絵と同じだよね。あ、いや、ちぎ、ちぎり破った。なんだ青いピースを手に入れた。ちぎり破ったけど。あそこにはめてくんかな二階にな。これを集めていって。ありそう。基本火をつけることが、あれなの。大事なの。<laughs> こんな、なんか火つけていっていいのえ終わった。 一生ここで過ごすのかな青いピースを返さないと。あ、そういうことか。閉じ込められるんだ。あー、なるほど。へあれー、終わったーちょっとびっくりするって、マジでマジでびっくりするからそういうのやめてほしいんだけどこの建物から出ると、あれなんだね。もう追ってこなくなるんだね。ははははは。 てかさあれなんじゃないの今ろうそくに火つけたじゃんここってさっきのとこだよねあやっぱそうなんだいやたぶん今の部屋と一緒でしょ奥に額縁があるんじゃないのあ違う鉄格子があるあびびくりしたいや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 ーすげえ速度でまた走ってくるんじゃないのここ開かないんだあの何も関係のない部屋鍵がかかってるねあダメだ 鍵いるんだ。この右側の何も関係ない部屋なんか怪しいよね。うわぁ。僕はここにいるよっていうマーク。<laughs> そういうマーキング。じゃあ、セーブしたんで、行きましょう。ああ、ドロープなんだ。あはい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 。はいなるほどね。なああ、オッケー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 。んーで、 ちぎって、ちぎることによって、閉じ込められてしまう。だがしかし、縄梯子を使うことによって脱出ができると。さあ、じゃあ、2階の部屋のここで、青いピースを当てはめるわけですか意外とサクサクですね、今のところ。ここで青いピース使うんだよ多分な。あれ使ったよね、今。使わないのは 使わないのかい青いピースは。ここで青いピースを使ってこじ開けてくれよ。違うんかええー、わかんねえ。じゃあもう棒でも突っ込んで取ったらどうなんねえ。自慢のその棒で遠くにある何かを取ってくれよ。<laughs> 取れるんかい。こっかな。ああ、来たねうわー まあ、とても趣味がいいとは言えんよね。ぶっちゃけね。やっぱこの館の主が青鬼を召喚したんだろうね。魔界から。魔界的なところからさ。あ、動く。椅子が。あれじゃないあの額縁じゃない額縁臭くないああ、絵が飾ってある。そうだよね。えはさああ、なんか、待って。あ、ね割れた なぜ <laughs> な、なぜなぜだいこれ何あ、プラスドライバーだ。なぜか、なぜか急に絵が落ちて割れました。意味がわかりません。いや、ドライバーで撮ったけど、だから何って感じだけど。皿の破片で割るんかなそういうわけではない。青いピースをはめるというわけでもない。あー、猫だ あ、猫で割れたんえーい !BC。はははははは。わ、それは、避けることは、不可避。でもなんか、猫が食われずに逃げてくれてよかったね。たけしとかよりもよっぽどなんか心が痛むわ。あの猫がむしゃむしゃと食われだしたら。 はや、速くない今なんかめちゃくちゃ速くなかった足。速い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 。アイスバグってるって。アイスバグってる。あーバグってるバグってる動きがバグってます動きがバグってる動きがバグってる動きも頭も。たけし。はははは。前方のたけし。後方のお尻かじり節僕はもう死ぬしかなかった。あ、ここか。ここだ。あ、ここだ、ここだ。絶対ここだ。はい。 あれよ、お尻かじり虫マジで。え消えたよしかも入れんし。こう入れんくなってる。入れんくなってんじゃん。危な。はははは。入れなくなってんだけど。あれーびっくりしただから入れなかったんかい、今。だから入れなかったんかい。おいあ。なんだ。新しい暗号が。はははは。すべてが偶然とたまたまのひらめき。 急なひらめきによってこのゲーム成り立っています青いピースさ青いピース2個ぐらい集まったああ絵が完成してくんだな最終的にねあのこの椅子を使ってさいやいやいや分かんないね今はねえー、どこにあんの 数字。ただ、ここさ、なんかカーテンでさ、これカーテンって開け閉めできんのかなそもそも。あ、閉めれるわ。これなんか書いてあったじゃん。あ、閉めれんわ。閉めれんわ。あ、閉めれるわ。えいや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 。あ、そういうこと ?3045 ってことこれ。<laughs> 難しいいつそうディフィカルトすぎる。多分これわかんなくて積みましたって人いるよね絶対ね。ぜひともコメントください。私はこのゲームすごく難しいと思っています。いやすげえ。名作として語り継がれるというかみんなゲーム実況とかするだけあるよね。難しいわー。チカロの限りってあの地下だよな。いや面白い。 ものすごーくやりごたえあるわ、これ。いや、もうこれ笑っちゃうよ、これ。はははは。はは確かにな。一番右五角形書いてあったからさ。確かに、じゃあこの五角形何なんだよってとこだよね。まさかとは思ったけどさ、急に降ってきたんだよ。急に降ってくるひらめきによって、でそれを試すことによって次に進むことができてる、このゲーム。そういうもんなのかもな。 うーん筋トレしてる一番左のやつ。でもそういうことなんだ。やっぱこの館に住んでたやつがさ、なんか変な召喚してさ、魔界から。それを飼ってたんだ。ま、呪霊じゃん、こいつは呪霊。開いたし。開くんじゃねえよ、おい開きません。さよならあ、開いたわ。開いた。開いた, <laughs> 開いたし。なんでびっくりした。 びっくりした。開くと思わんかった、今。え、開いたけど、私どうすればいいの開けちゃダメだったんじゃないあれ。ねえ。あそこも次に進む場所わかんなくなってるけど、今。こうしてる間にやってくるわけでしょあの人たちは。終わりじゃね進んでるよね。これ今。あ、待って。わかった。あ、いねえわ。世に解き放たれたんだ。<laughs> あいつら世に解き放たれたんだ。 まあ、さあ、私一人の力ではどうにもならんかもしれんけど、十匹ぐらいでしょ全部で。ねえ、なんとかなるでしょ人類の勝利なんじゃないあ、ここに入れる、あ、違うわ、青色のピースを取るのか。ああ終わったーちょっと待って待って,て、やめろやめろやめろ。ああ、いやいやいや、やめろ拓郎の下、拓郎の姿をした何か喋るんじゃねえ。一人でいるのは綺麗な、ここから一緒に行動しないか。するわけねえだろええー、するんだ。 す、するんだ、一緒に行動を。なぜ一緒に行動する気になった、今。こっからさ、どこに行くの青いピース手に入れたからって青いピースってどっか使うとこあったっけあ、あの、額縁か。あ、違うわ。えどこだ青いピースを使うとこがわかんねえ。いや、懐かしい。なんか懐かしさすら感じるわ。ちょっと使ってみようか。あー、使え、なんか、使えねえな。あー、ダメだ。ダメだわ。 えー、今までで一番難しいんじゃない今ここああいけるんかいハハハハいけるんだここ知らなかった私今まで一回も来たことないわここ開かないここで青いピース使ったら使えないんだあっここにはめるんだえい。 えふへへへへへへ。はははっはっは。たくろう、拓郎拓郎、お前、拓郎なのかいけたね。あ、大丈夫。拓郎拓郎、お前の得意なー、この、た、あー、見つかっちゃったー。ダメかー。 ダメなんだね。賢いね、タクロ郎。やっぱりお前の好きだった。このタンスの中はダメか。さて、じゃあ行きましょうか。で、ここでタクロ郎が出てくると。で、タクロ郎が出てきて、逃げると私は。あ、ミスった。<laughs> 逃げ方ミスった。タンスの中に入っても逃げきれないんだよな。巻くしかねえのか、これ。基本的にね。あ、やっミスった。頑張って巻こうや。ね まあ落ちてきますよ。あ消えた。いや、卓郎が生きてるって思いたかったんだろうな。たぶん、このゲームの中の私自身もおかしいなって思ったんじゃないちょっと。ねえ。そんなことないよな、っつって。変だなって思ったんだよ、たぶん。はい、開きましたっすよね。そうだよね。で、この上の扉が開くんだよな、たぶんな。いや、来るんじゃないの後ろから。来そう。 あ、来た。<laughs> 来た。<laughs> あ<ー笑>もう音楽も鳴らないじゃん。でーん、でーん、でーんっていう音楽。なんないじゃん。あ逃げれないよ、みんな。あ、逃げた。逃げれたわ。拓郎のかつらをかぶった金八先生が僕を呆然と眺めています。逃げ切れたもん、これって。これでよかったの。必死で走っているうちに街へ出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。でも、あの化け物世に解き放たれたんじゃないの この屋敷からさ、いいのかまあ、まあ私のせいだけどね。あの化け物の正体は何だったのか樹齢だろうね。特急の樹齢だろうね。きっと。私には分からない。卓郎たちは今も行方不明な <laughs>。いや、死んでるよ。まあ確かに死亡は確認できてないのかもしれんな。もしかすると。この屋敷の中にいるんだもんね。死体がね。ああ何はああ同じように、忍び込んで逃げようとして逃げれないんだ。 ああ、終わっちゃったね君ね終わっちゃったね残念だよ。びっくりした <laughs> びっくりした <laughs> いや、めちゃくちゃ面白かった私、あれだわ。マジで、こういうホラーゲームかな。淡々とやる性格だと思った。正直。そんな驚かんべやって思ったけど、めちゃくちゃ驚くし、 めちゃくちゃのめり込んで、すごく面白かった。すげえ。すごく面白かったです。本当に。ありがとうございました。1時間半って、早いのかな遅いのかなちょっとよくわからんけどさ。全部たまたまだけどね。あ、これこうなんかなみたいな。ペペペってやったらさ、おできるんかいいけるんかいそんなバカな <laughs> そんな展開に助けられて、クリアした感じだけど。主人公の名前をサウスパークにすると、は あれなの特殊ルートに入るってことはい。というわけで、皆様方ご視聴ありがとうございました。実況は私、サウスパークでございました。それじゃあまたね。バイバイ。<laughs> <laughs>